LGBTIQ 私たちっていうのはどうしても親御さんと離れることが多いですね。やっぱりここがカミングアウトの大きな一つのポイントでもあると思うんですけれども、あと私は彼女のお話の中でもう一つすごく興味があったことがあって、会社職場に対してのカミングアウト、彼女は一つのところにずっと長く勤めてらっしゃいます、しかもある程度公のところですよね。そうです ね, ね結構皆さん目にする機会のある会社だと思います、はい、そちらでの受け入れの体制のことの話がちょっと聞いてた時に非常に興味深かったというか、周りの方とのね、ラインなどもあるので、その辺をもう少しお話ししていただきたいなと思います。はい、職場ですね。私の職場っていうのは、基本的には男性の職場なんですね。男の人ばっかりで、女の人はあんまりいないっていう職場なんですけれども、部署によっては今度は逆に女性の割合が非常に高かったりとか、っていう、そういうところではあります。それで、小さな10人ぐらいのチーム単位で動いてまして、その中でも結構お互いニックネームで呼び合うようなところがあって、どういったニックネームで呼んでほしいって最初聞かれまして、非常に困っちゃって、その時素直に話しちゃったんですね、チームの人たちには。私こんな当時は男名前でしたけども、かなこっていうニックさんの名前を持ってて、かなりんって呼ばれたり、かなちゃんって呼ばれたりすることが多いからって言ったら、じゃあ、かなちゃんで呼ぶからってばっさり言われまして、この人たちって抵抗なく受け入れちゃうのかなっていう印象を持ちました。で、職場自体は、チームの中ではそれで済んだんですけれども、やはり、制服のある職場、制服に着替えなきゃいけない職場だったんですね。で、やっぱり男性である以上、男性用のロッカーは出回れてしまいまして、ホルモン治療もどんどん進んでいって、名前はちょうど改名をするときに、課長とかと話をする機会を持ちまして、今度名前が変わるから、こういうふうな申し立てをしてて、名前が変わることになっちゃいますからっていう話をして、それでもやっぱりロッカーは動かせない。でも治療進んでて胸出ちゃってるし、私男性の前で着替えるのすごく嫌なんですけど、それに男性用の制服を当てがわれてるのも非常に苦しいんですよ。体に全く合わないダボダボの制服着て、それでバイクに乗って走り回んなきゃいけない、その結構動きにくいし仕事の効率も悪いですから、女性用の制服を当てがってくださいって何度も掛け合って、最後は結局それで鬱を起こしちゃいまして、感情が爆発しちゃったんですね、課長たちの前で。大勢の前で泣き始めまして、泣き叫んで、なんでいつまで経ったって私制服もらえないんだっていうことまで言って、それでしばらく司会者を休んだりとかっていうこともありました。ただ職場に対してはやっぱり名前が変わるときって一番大きなカミングアウトの機会だと思うんですよね。名札の名前フルネームで書いてあったんで、フルネームの名札も変わっちゃう。で、私の職場っていうのは、ね、日々いろんな仕事を分担してやるんですけど、分担表っていうのも大きな表があるんですけど、そこにフルネームが書かれちゃう。だからそのフルネームの名前が変わっちゃうっていうので、課長がその時に気を引かせてくれまして、職場が不用意に混乱しないように、今まで男名前だったら急に女名前になって逆に揶揄されないようにするために、性同一性障害について勉強してくれまして、職場のメンバーを全員集めて、今男の名前なんだけども今度、女性の名前になるで、彼、当時は彼ですよね、戸籍上彼なんですけれども、彼あの方というか彼は性同一性障害で非常に苦しんでて、いろんな治療もずっと行ってて、大学病院とかも通ってる状態だった。それで裁判所に行って名前をやっと変えてもらったんだ。そうやって一つ一つ問題をクリアしていく中でやっとここまでたどり着けたんだから、みんなで
礼するとかそういったことはなしで、そうしとこうよっていうことを話したみたいですね。ちょっと私がいないときに話してくれたと思うんですけど、すごいちょうど私が休みの日にやってくれたんですよ、それは。ただ、まあ、それで出勤したときもやっぱり あれこれ言われることなく、皆さんみんなでスルーしちゃうような状態で、ただ、まあ、時々なんですけど、他の部署の女性職員なんかと仲良くなったりもしまして、彼女なんかからしばらく会ってなかったりして、あれ随分女らしくなったねなんて言われたりとか、随分綺麗になったねって言われたりして、あ、そう？そんなことないんだけどねなんて話してて、職場の方が案外私の職場に限った話かもしれないんですけども、意外と柔軟性があったのかなって気はしました。そうですね、はい、職場とか言えたりしますか？言いましょうか、はい、今郵政事業、郵便事業株式会社って名前なんです。私が入った時郵政省でした。それも私が入った時は郵政省 の大臣が小泉さんだったんですね。で、私入省式って言うんですけども、入省式は東京で採用になったら東京で受けたんですけども、その時に小泉さん直々には出てこなくて、巨大テレビモニターに出てきました。絶対民営化するぞ今から言うかって思ってました。それがもうかれこれ13、4年前の話で、その後にコロコロと社長が変わっていくっていう非常に不安定な会社で、今でコロコロと社長が変わっているおかげで会社があっち向いたりこっち向いたりするので、こっちがついていけなくなっちゃって、どうしようもない状態で。まあでもね、本当にみんなが普段の生活の中で使う、ね、生活の一部にあるような会社で、みんなが知っているような場所で、そういうことがひょっとしたら全国にある中で一つの例だけかもしれないけども、そういうのがあるというだけですごくなんか背中を押されるというか、心持ちが違うというか、思ったり感じたりするところはみんなの中にも一つずつあるんじゃないかなと思います。最近になって手術をして帰ってきた時に、職場の方で手術を終わってすぐにバイクに乗るわけにもいかないもんですから、しばらく休暇を取ってたんですけど、その時に会社に呼ばれまして、更衣室なんだ、更衣室とトイレなんだけど、その時まで私トイレ非常に遠いところでやったんです。私のいるフロア5階の一番東の端だったんですね。で、建物の長さが100メートル近くありまして、私が使っていいと言われたのは新商社用トイレだったんですけど、新商社用トイレだけは男女共用だったんで使っていいって言われて、男性用トイレ使いたくなかったもんですから使いたくないって言ったら、その新商社用トイレ使ってくれって言われたんですけど、それが1階の実は西の果てにあるというちょっと不便ですね。トイレのために走っていかなきゃいけないっていう環境だったんですよね。それから手術を終わって帰ってきたとか、局長直々に手術終わったんだから女性用トイレ使っていいよ、でも実はその前からこっそり女性用トイレ使ってました。あまりにも不便なんで、女性用トイレだと6階の東側に実はあったんですね。ですので、もうそこ使っていいよって、ビアの友達がいるんですね。今アルバイトに来てくれてる子たちなんですけども、彼女たちいいんじゃない使ってもって言われて、なんだ使っていいのかって、ずかずか入ってても誰もキャーキャー言わないんで、じゃあこのままにしておこうとか言って、そっとそのまま使ってます。